さあスタートしました J リーグジャッジリプレイ。今回も SNS での関心が高かったジャッジを取り上げまして議論していきたいと思います。今日はこちらのお三方とともにお届けします。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介するシーンはこちらです。 J1 から2シーン、 J2 から1シーン、全部で3シーン選出しました。では早速見ていきたいと思います。まずはこちらのシーンからです。明治安田生命 J1 リーグ第8節、浦和レッズ対ヴィッセル神戸、10分のシーンです。浦和が PK を獲得してキッカー興梠という場面です。この助走の途中で一度止まっているように見えますけれども、これがゴールとなりました。で、競技規則上この行為が認められるのかどうか、そのあたりを議論していきたいと思います。さてまずはこのシーンに関して平田さんにちょっとご意見をお伺いしたいと思いますが、これは興梠選手に限らずですね、こういう PK の時になんか自分の中でもなんか分かってるようで分かってないようなちょっと線引きがちょっとちゃんとできてないかなっていう、なんか止まったらダメというか蹴る時になんかどこまで許されんのかなというのがちょっとまだなんか自分の中でももしかしたら曖昧かなっていう。でこれツイートでもですね、キックの助走に入ってからの最後の軸足後のキックフェイントのように見えるのですが、ペナルティーキックの際のフェイントはどこまで許されるのでしょうかと、この人もこうだじゃなくて、どうなんですか、みたいな感じ、疑問系な感じなんですけど、知りたいっていう感じですね。僕も聞きたいですね。ちょっと競技規則をご紹介したいんですけれども、第14条ペナルティーキックの反則と罰則についてこう書かれています。競技者が一度助走を完了した後ボールを蹴るためにフェイントをする、主審はそのキッカーを警告する、ただし助走中のフェイントは認められる、こう書かれております。でこれに関して上川さん、競技規則にこれが、先ほどのシーンが触れるのかどうか、どうご覧になりましたか。競技規則をと、比較してもですけども、この興梠選手のペナルティーキックは十分に認められるキックの方法だと、 OK だと、あれ助走なんですね。だから助走は完了してないってことなんですね。一歩ですけども、そのキックをする手前のところで一回止まってで再び走り出すと、だから助走のうちのフェイントだっていうふうに考えられると思います。現場の感覚だと、あれがだから割と近い、助走も短いじゃんこれ、で短くて、一回止まったところが、あそこからじゃボール蹴れるかったらちょっと離れてから蹴れないんだよね、でも現場の僕らの感じはこう最後まで行って蹴ると思った時止まる、これはダメだよね、だからこれはまだその後もう一歩取ってるじゃない、ただ助走がすごい短い、ここでキーパーも反応しちゃってるんだけど、でも冷静に見ればあと一歩踏み込まないと蹴れないから完了してないんだと思う。現行のルール上は上川さん、キックモーションに入ってから止まるとダメなんですよね。そうですね、なんで最後の左足に、軸足をついたところで足を止めるとか、あるいは蹴るようにボールをまたいでもう一回、足を戻して蹴ったりとか、そういうのは認められないと、よく FC 東京の平田さん、ディエゴ・オリベイラ選手も特徴的な PK やもやっとするんですよねなんか認められるんでしょうけどなんかもやってする、これも問題ないわけですね。これも問題ないです、助走中の、フェイントというかスピードを止めたりとかゆっくり走ったりとかっていうようなことなんで、僕らからすると平田さん逆に蹴りにくそうな感じもございますけど、蹴りづらくなってるんじゃないかなという心配と、なんかキーパーとかそのゴール裏から見てる感じだとなんかちょっとこうなんかダマくらかすっておかしいですけどなんかちょっとそれでいいのかなって一瞬思っちゃうような気もするんですけど、だから要は最後の軸足を踏み込んでから、何かをしてはダメという。それはダメなんですよね。これなんかもうへりくつみたいになりますけど、こうやってここで何かやったとして止められても、いやいやもう一歩行くつもりやったんですわみたいなことを言えなくはないですよね。言えなくはないですよね。
これ子供、はい、本当子供の喧嘩みたいですけど今踏み込んだ、いや今ここで何かやったでしょ、いや違うんですよ、もう一歩踏み込むつもりだったんです、うん、みたいな、もうダメですか、はい、ダメです、ダメです、いやまあ要はこう蹴り足をこう、はい、うん、足を上げてるかどうかっていうところを見るんですか、あ、そういうことですよね、そうそう、蹴り足だよね、はい、昔こうやって蹴る格好してそこでこう止まってみたいにするともう完全に合う、うん、だから助走中だよねこれ、はい、あと一歩あったから、うん、ただ割と近いんでキーパーから見るともうあそこで蹴ると思ったんだと思う、ね、はい、だけどよく見ればやっぱりあそこからは蹴れないところで一回止まってるから、うん、だからそれはゴールでこれはいいと思う、だから興梠選手のそのフォーム作りというか PK フォーム作りが非常に巧みだってことになるんですかね、そうですね、まあ興梠選手はこういう形で PK がやるときはだいたいこういうステップでやることが多いんだと思うんですけども、はいはい、だからこれであのキーパーも対応してきて、うん、こういうふうにやるから全然慌てないで、うん、そこスッて止まってると、うん、今度コオロギの方がジエって蹴ったら防がれちゃったとかなる、はい、だからこれはもういたちごっこで、はい、もうこうやると思ってればああいうふうに倒れないで、うんうん、見てればそんな強いボール蹴れないじゃん、はい、あの一歩最後来るとそうすると、はい、まあ、こっち来るなと思うと意外と防いだり、うん、防がれたりしちゃうんで、いや、それはちょっといろんな攻防が駆け引きがあるっていう面白さでもあるんだよね、まあ、結果的にですからこれは問題ない、うん、はい、PK として、まあ、疑いのないゴール で、はい、でやっぱりキックモーションに入ってから止めると、ダメだという結論で OK ですね、はいはい、